今回寿司落としというゲームをやりたいと思います。おこちゃ、おこちゃ、おこちゃじゃないおこちゃじゃないカッパいきます。カッパ、うわ、あ、あれ、あ、ほーちゃん、ほーちゃん、どうも皆さん、せーの、ごちそうでーす。大定着でございます。ゴージャス動画でございます。私がゴージャス先生お願いします。本日のオペレーターはこちら。はい、河野まりかでーす。まりかでーす。そして、はい、ルノマルこと谷木セルナです。レーナルちゃん。はい、はい、ほーちゃんこと秋元穂乃です。こんにちは。ということでございまして、どうも素敵なオペレーターの方々と楽しくやっていきたいと思いますけども、はい、オペレーターを甘噛みしましたけれども、アシスタントが出てきそうなんです。アシスタントです。もうネクストステージ入ってますからね。時代違いますから、令和にはなってね、はい、もう夏もちょっと過ぎ秋にかかりますけれども、寒いな、ね、もう寒いな。秋といえば皆さんいろんな秋がありますけど、何の秋ですか？ゲームの秋でしょ。ゲームの秋でしょ。じゃあそれです。決定です。あみんなに聞いてあげて、みんなに聞いてあげて。もうベテランだよ。レナマル、レナマルは、レナマル、秋、うん、秋といえば、秋といえば食べ物ですか？食べ物ですか？それもいいね。食欲は、うん、食欲耐久。食べてるの本当に。確かに。本当に。待ってください。これ言っていいですか、私、うん、はい、ゴージャスさんが毎回動画の冒頭に、うん、レナマル食べてるっていうおかげでコメントもみんなご飯食べてる、ちゃんとレナマル大丈夫って心配のコメントいっぱいもらうでしょ、うん、だからもうね、レナマルの、はい、YouTube に投げ銭いっぱいしてくださいよ。レナマルちゃんがね、なんか美味しい、じゃあお寿司とかをゴージャさんが食べてあげて、連れてってくる。それを美味しいって言ってる姿にもみんながね、投げ銭すればいいわけですよ。まあね、おめでとう、おめでとうってね。大食い系だときレナマルもね、前もほーちゃんもね、うん、みたいな、食べるっちゃ食べる。そう、私食べてるんですよ。今日も朝ちゃんと納豆ご飯食べてきて、さっきお昼もお弁当も食べて、ちゃんと食べて、食べてるんだね。昨日も夜ラーメン食べました。本当に、うん、すごいね。ほー、ね、ちゃんはずっと手羽先ずっとね。そんな食べてないですよ。手羽先なんだ。名古屋、名古屋だけど、名古屋といえばね。そうね。多いじゃない。じゃあ手羽先の秋ということで。あ、じゃあそれで、はい、山ちゃんの秋狩りの感じでございますけどもね。そんな中、山田は、はい、いいゲームがあるんだって。そうですね。まあ今ちょっとね、お話に出ましたけども、はい、まあ。お寿司、皆さんお好きですよねということで、はい、今回寿司落としというゲームをやりたいと思います。寿司はもう大好きでございます。もう家族でうちは行くんですけどもね。いいじゃないですか、ね、寿司ネタ好きなの何ですか？ウニです。ウニ、美味しい。ウニはね、いい、美味しい。そして、山ちゃん、炙り縁側です。炙り縁側、炙るんだ、ね、縁側大好き、ね、お寿司にのけ、あの酢飯にのけて食べるの？あの普通の白米っていうか、あの白ご飯に、うん、あの縁側炙って。縁側はあるけど炙りもね、炙りが好きです。ほっちゃんはサーモンマヨです。わーおいしい。マヨ、マヨがね、マヨ好き、いいですね。私はエビが好きで、あ、はい、聞いてないです。いやいやいや、聞いた、俺が聞いた、帰ってきたんだろ、回収して、おめでとうございますだろ、おめでとうございます、わかんないから。ということでございまして、好きな寿司ネタ出るといいですね。はい、出るかな。ということでございまして、寿司落としゲーム館に行きましょう。こちらです。はい、いきましょう。はーい、いい軽快なリズムとともにですね。はい、さあ、あ、もうお腹減ってきちゃうよ。あ、みんなで、はい、みんなで、じゃあみんなで行きましょうか。あ、4人でできるの？4人でできる、4分割かな。どうやってやるの？もう4分割で多分いい。じゃあ協力スコアアタック行きましょうか。協力、え、すごい、まずはね、オッケー、みんなでランキング1位を目指そう。みんなで頑張りましょう。いいんじゃないですか。みんなで、うわ、え、ちょっと、どういうことって、ま、いらっしゃい。はい、じゃあ、さ、賛否。あ、レノド。ネギっぽい、ネギっぽい。ネギ、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 ネギ
ね、これ大きいんじゃない？なんだ私です。何これ？なんだこれは？何これ？なんだこれ？貝稽古の。あ、いくら？いくらでかくない？突然。これ。そう。分かった。これ。あ、端っこ。うわ、危ない。落ちないようにだ。あ、そういうことですか。発表。ペカ巻き？ペカ巻き？ペカ巻きや。ペカ巻き。おいしそう。あ、おいしそう。エビ。俺好き。エビ。この辺にじゃあ。おお、いい感じ。いい感じ。ね、土台作っていきましょう。あ、おお。あ、ウニや。ウニはね、もう塩をつけるのが一番美味しいんだから。あ、いいよ。でかくない？大トロじゃないこれ。ちょっと待って、ここの端っこ固めようかね、これ。いけるかな？うわ、うわ、ちょっとその角度。いや、大丈夫かな？止まんない、止まんない。動いてる、動いてる。サーモン。サーモン？お腹減ってきた。サーモン。食べたい。食べたい。うわ、これしめサバじゃない？サバ美味しい。真ん中あたりにこれはまんないかな。オッケー。いい感じ。さあ、何？お、アナゴ。大好き。ここだ。いいんですよ。お、ピンクあたりいいんじゃない？ほうちゃんナイスプレー。イカですね、これは。アオリイカですね。大葉が美味しいんですよね、これ。いやいやいや、滑る滑る。大丈夫大丈夫。これ横やっぱね、決めとかないと。カッパ巻きだ。あ、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 いいんじゃない？横に倒れる系ね。あ、もうまたしめサバ。しめサバ。しめサバで蓋をしていく。あ、ちょっと怖いかも。怖いね。怖いけど。あ、じゃあ私もここら辺に。てっか。あ、いいんじゃない？いいよ。いい感じ、いい感じ。なんかちっちゃい。これ何なんだろうな。いなりですかね。いなりか。いなりね。逆にして、逆のやつ。あ、違う。私。危ない。危ない。危ない。でもいいとこに入った。いいとこに。この辺で。いいよ。いいね。あ、これ結構。あ、あ、嘘、何？あれ、じゃ、ダバラ、ダナゲ。ええ？なんだったっけ、草みたいな。バラン。バラン。お、ナイス。お、私だ。エビ、エビどこだろう？え、こっちかな。バランもダメ、落ちたらダメなのかな？こっちかな。あ、あれは落ちて大丈夫です。あ、大丈夫。あ、いいじゃん。おお、いいじゃない。ちょっと、ここ、ここ、ここ決めないとダメだね。ここね。いやいやいや、もう怖い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 。安全圏で行った方がいい気がしますね。お、いい感じ。アナゴ。お腹減ってる。おー、ナイス。やばいやばいやばい。ちょっと連れてきた、連れてきた。イカ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 にはイカを乗せる。おー、攻めた。ほらほら来た。ほらほらほら。いいよ。上手。いいかもしれない。え、ウニ。ウニもそこに。ウニいける？いける？ウニいける？やばいよ。じゃあここで。いい。オッケーオッケー。あー。あー。ウニなさい。お感情でーす。コロコロいっちゃいました。22巻。結構食べたよ。お、でもいいですよ。へえ、へえ、普通ってこと。はい。はい。まあまあ、でもゲーム性はね。うん、わかりますね。何の教えも通ってないけどもね。高さ 23.5cm。あ、そういうのも出る。私の足の長さと一緒です。おー、靴のサイズ 23.5cm。 靴、靴のね。女性はそんな結構小さめなんですね。小さめですよ。みんなそれくらいだよね。小さめだよね。 3.5 くらいだよね。24とか。そうね。いやー、寿司の話。じゃあこれでもう一回変えて、モード変えて。モード変えましょうか。え、対戦になるとどうなっちゃうの？もう一人でもうガンガン積んでいくんじゃないかな。一回行きますか、じゃあ。はい、行っちゃいましょう。もうどうする？本番とみなす。いいですよ。本番で行きましょう。やりましょう。これ落とした人から抜けていく式じゃない？もしかして。はい、そういうこと。あ、そういうこと。四分割ではなく。で、そうだ、本当だ。だから、はめなきゃいけないんだよ、みんな。確かに、あえて意地悪なところに置くのもありってことだ。まあね、まずはね、最初はね、ウニね、ほんと危ない。ウニは、ウニはさっき、いいとこはめますね。いい、これはでもね、はめていかないと。お、でかいな。よいしょ。おとろがでか、うまそう。あ、あ、ねねね、おいしそう。あ、私はずっと巻物ばかり。巻物担当みたいな。お、すごい動くじゃん。バラン来ましたよ。全然動くじゃん。いいね。あー、はまりましたね。今ここ行っちゃうもんに。行っちゃうもんに。よしよしよし、次。これね、みんなの邪魔をしてもいいのかな。そうなのよ。自分が良いし。そうなのね。はい、もうここです。はい。はい、はい。わー、はい。安定ですな。あ、もうピラミッドが完成した。もう、やばい、もう完成したね。これ
これ落ちて大丈夫。大丈夫。どうしようどうしよう。やばい。うまーい。でもちょうどいい。うまいけど、でもこっち側に行けるんじゃない？確かに。まだ行けるでしょ。行けるよ。ほら。すごい。すごい。ってことは。これやばいな、これさそっちで、これ斜めってるよね。斜めってますね。斜めってる。うわうわー、いいバランスで動いていく。フリーズ、あーすごい。ちょっと待って、やばいかも。やばいかも。いやどうしよう。どうなる？いけそうじゃない？無理。うまい。うわー、あ、でも平坦だと、すごいな、これは。これなんか協力してないのに協力してるみたいになっちゃう。確かに。ありがとうございます。協力してるみたいになってきた、マネケちゃん。これ、置けそうじゃないですか。置けそう。ね、うわー、きたー。なんか、いい子、お、また気持ちいい。巻物を。おこちゃ、おこちゃ。おこちゃじゃない。おこちゃじゃない。これは、いくら。でかいんだよな、いくら。あ、サンピーだよ。セーブ。ここだな。セーブ。あ、やべえ、やべえ。おー、うまい。余ったー。突き落ちたウニだ。ウニね。ここいけるかな。バランスありだよね。なんかギリいけそうな。おー、やっぱ、ナイス。あぶね、あぶな、やばい。これでもね、こうやって乗っけば、やばい、やばい、ほらほらほら、やばすぎ。あれ、いいな、患者さん。結果巻き難しい。あ、嘘、それは難しいよ。これちなみに Y ボタンで、あの、ネタ変えることできます。え、ネタ変えられるの？あ、そういうこともできるんだ。いや、でもこれ、いや、無理だ、これは。いや、無理だよ、これは。いやー、いやー、すごい。さっきのポジションに戻るんだ。戻って、戻らないでよ。いけるかな。いなりはなんかギリいけそう。いきそうな気がするな。うわ、いやー、落ちる、落ちた。ダメだ、結果巻きがすごかったな。これはよくない。こっちだよ、こっち。え、こっちに戻るんだよ。見えないよ。あー、鉄火巻き、いや、あんなところに鉄火巻きか。鉄火巻き順番勝ち。うわ、順番勝ち。鉄火巻きが嫌なところにあったな。本当ですね、うまく乗っちゃいましたね、鉄火巻きが。マイク、もう一回行きましょうか。もちろん、リトライ。だって誰が鉄火巻き持っててもおかしくなかったから。順番が、私から、1からですね。いらっしゃい。おー、真ん中涼しい。急に美味しい。次、おー、卵、ここに置いちゃおーっと。いくよ。あ、私の、でも端っこに置いとこう。よいしょ。いい、やらしい位置だな、それ。あたしだ。え、それ置けます？置くのよ。落ちないんだ。アナゴ、あ、なんかね、お、ハマった。浮いてるよ。浮いてる。麺ネギ、麺ネギ、麺ネギ、でかいんだって。いつもここに置いちゃおうかな。わー、邪魔だね。邪魔だね。あ、またでっか。来たよ、また結果巻き。いやいや、あるまで。まあね、そう、それはそうなります。おー、おー、よく落ちなかったね、今。攻めた。いや、いいね、みんな。みんな攻めてる。はめようとしてる、はめようとしてるね。ワンチャン狙ってる感もありますよ。みんな。いいよ。しめさば美味しいんだよな、さっぱりしてて。いいですよね。ゴジャさん。ゴジャさんに。ゴジャさん。覚えててください。おー、うまい、うまい。すごい。くるみと。うまい。置き方もあるの？くるっと。くるっと置き。おー。はい。いや。いや、これ難しくなってきた。いや、でもエビの上はまっすぐとみなしていいんじゃないかな。ちょっと待って、これ Y で変えられるんですよ。おー、ここに置けないですか。確かに置けない。え、え、危ない、危ない、危ない。皆さん、あの、カッパいきます。カッパ、うわ、あ、あれ、あ、ほーちゃん、ほーちゃん、ほーちゃん、おー、すごい、奇跡、奇跡、頑張った、すごい。いや、そんなピンポイントに。うまい、うわー、うまえ、うまプロ。寿司だけにうま。あ、安全なとこに。いけるかな。うわー、うまいね。いや、そうするとこれ、マイカちゃん置くとこいっぱいあって。いや、これは普通に置けます。ねえ、バランスが良くなってきた。安全そうですね。逆にね。はい、やったー。メンネギキラーパス的な。
落ちちゃい。落ちちゃい。落ちちゃいじゃないんだ。落ちちゃい。可愛い声で。落ちちゃい。あの俺なんか厳しいんだよ。いやいやいや、やっぱゴージャスさんが調子いいとちょっとね、狂っちゃうから。狂っちゃわないんだよ。もう令和だ。もう令和だ。令和の時代だ。意外と、意外と、意外と。ギャンブラー、ギャンブラーでやらせていただいてます。はい、確かに目ネギ、安定の目ネギ。いいよ。安定すぎて。一球打つやでも。これ安定よ。おお。これいいんじゃない？いい、この角度やらしいよ。難しくなってきたんじゃない？次置くところが。これは。はい、かわいいのよ。うわうま。やばいやばいかもしれない。止まれ止まれ。うわ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 。完了でございます。うわいやー、今回は面白いなー。マリカちゃん最後までおった。イエーイ、上手だったー。面白い。世界一優しいゲーム。いや、その通り。見てても美味しいし、とっても楽しい。このまま、もう今夜はお寿司よみたいな感じになっちゃう。確かに、食べに行きたい。ありがとうございます。いやいや、ごちそうさまです。生放送終わるのが今日10時だけど大丈夫かな。10時からやってるお寿司屋さんが回らないとこかな。ございまして、こちらタイトルが寿司落とし。寿司落とし。皆さんもお友達、家族とやってみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日のカワクワマイデーでございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。みんなご視聴どうもありがとう。チャンネル登録はそれここ、メンバーシップはそれここ。次回も面白さレボリューション。バイバーイ。